はい、それでは、引き続きバンジョーとカズミの大冒険やっていきたいと思います。さて今回は、マッドナイトマンションの教会の中ですね。今はタッタッタンタッタッタン。さあ非常に高いところにやってまいりました。ここから落ちたら命はないでしょうよ。まあそんな環境でも飛んだり跳ねたりするのがこのバンジョー。バンジョーカズイザッザッザって言わせるだけのことはありますね。さあこれでバーン、あのいつだったか割ったガラスの奥のジグソー、割った情報がちゃんとキープされてるかどうかは知らん。 D あの椅子の上高にあったと思うんだよな。さあタマヒュンの予定が壁に邪魔されたぜ。危ない、死ねえ。もうお化けに死ねえってのも変な話だけどね。でって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 、崖つかまりがないとね、不便っちゃ不便なんだよな。あと28個ってところまで来ましたよ。よいしょよいしょ、おっと気づかれたか。ファイヤー、飛んでる間解除しないからちょっと無駄に時間食っちゃったじゃないか。セイセイ。さあこれでここは用なしかな。でででででで、扉が閉まります。ここあれ入んない。あれ今自分で手に入れたな。サンキュー。あーよいしょ、もういっちょ。サンキュー。ふいふいふい。サンキュー。インガボンガン。おい、気づかしてくれてありがとう。あれ卵結構面白い起動するな。サンキュー。あれだったか。RIP、RIP。サンキュー。バンバン。さあこれでジグソー何個目だ。5個目か。まだ半分か。厳しいね。でここには入れると。ここはいわば補充部屋みたいなものですね。でここのアイテムを取るだけ取って、この蜂蜜エネルギーは一応ね、何かあった時のために取っておくと。あぶね、あやってくれたな。さてさてさて、ここ割っといて、この上に行かなきゃいけないな。確かこの RIP からそう言って、ちょそそくさとカズイダッシュ、カズイダッシュ行こう。でで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 で
いやーいいね、いっぱい音符があるよ。素敵、こういうの素敵。これたくさんの音符素敵。でででよいしょよいしょ。で確かね、一箇所だけ入れるのがある。でこれを登るとさらに音符がある。で音符音符で、ここにあるのが世にも珍しいちっちゃい、ちっちゃいスワップ。ヤッフー。タンタンタランタランタン。ステージの特徴としてね、高いところに1個ジグソーはあるって。どのステージでも確かそうだったと思うけど、1個はちっちゃいじゃない、一番高いところにあるっていう特徴を持ってた気がする。でいつも俺ここのマンボハウスの入り方が分からなくなると。で今体力あるからここに挑んでおこう。前回はちょっと逃げましたがね。さあN、N はどこだ ?N、N あったけど、あったけど、あ、いたいたいた。バーン、あの赤に触れるとさっきみたいにダメージをもらうっていうね。バーン、ジョー、K、K、K は Where is? K、カー、カー、イヒヒじゃない。カー、Z、Z。Z、Z、O、O はどこ ?O があと1個あるはずだよ。O、もう1個 O、あいつが通り過ぎてから。O、で、I で E だ。I で E、OK。O、このボードの謎が解かれてしまうとは、約束だ、持っていけ。さてと。私は消えるとするか。あばよ。じゃんじゃん。じゃらんじゃんじゃん。意外と楽だったの。さあ、残りいくつだっけ？残り2つか。あ、2つ ?2 つ違う。全然なんだ2つって。あと3つだよ。2つか、1個は分かる、もう1個も分かる。じゃあ変身だな。でで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 、こっから入れたっけ。一回変身して、変身状態で取れるものを取っちまおう。あ、ここにも音符があるか。やるな、マモ。この上、今回何があったっけ。あ、金の羽。まあ、金の羽今回大事だからね。梅田か。さあ、かぼちゃのパーイができたよ。パーイができたよ。何だ、全く関係ない。まあ、かぼちゃつながりではあるけども。で、こっから確か上に行けるんでね。イーガンボーガン取って。で、こっから、ここだったかな。この迷路を渡るってのも面白いが。まずはこっちだ。トゥーあ、そう、ここのヘニケもまず取って あの黒バットじゃねえや、黒バットにしたらちっちゃすぎるな。あれをから避けてから、ここで
てこいつに流されます。史上最も汚いシーンです。お気をつけください。はい、ここから番長とカズミ大冒険史上最も汚いシーンが続きますのでご注意ください。なんか音がおかしかった気がするが、まあいっか。帰ってくるというね。なんて汚い、信じられん。確かに今回ばかりはグランチルダに同意だ。でこっから入る。でジグソーがある。とまだ出るには早いぞ。で5個取って、そしたらね、逃げ帰った井戸の方に。でででででで。しょう。はい、これでこのマッドナイトマンションのジグソーはコンプリートという。痛い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 。イガボーガン。ポンプも。素晴らしい展開。マッドナイトマンションコンプリート。早い。いつになくいい展開だ。本当にコンプリートだよな。すげえ、30分ジャストでマッドナイトマンションコンプリート。これは個人的にもかなりベストタイムだぞ。いいねいいね、いい調子だよ。これじゃあこのまんまかぼちゃのまんまステージを出ます。まずはあ、ダメかな。一回やっちまったかな。入れないかもしれない。今から行こうとしてるところにこのまま入れればいいけど。痛い痛い痛い。やっぱダメだな。壊れ、痛い痛い痛い。ちょ。この先に行きたいんだけど壊してないから仕方ないんで、バンジョーにもう一回戻っ、バンジョーで一回来て速攻戻ってカボチャになってきます。では、はい、戻ってきた。あいつが怖い、こいつが怖い、こいつは言って、まあいいまあいいまあいい。さあここまで来まして、この扉に入ります。ここにはカボチャじゃないと入れませんみたいです。でここにどういうわけだかいるマンボにこの変身を解除してもらう。夢だかして、よいしょ、まあ、邪魔なので消えてもらった。でここをバーンして、こいつをプッシュして水位を上げます。でここでもう一回変身もして、梅だかして、マンボかぼちゃ見てお腹空いてきた、スープの用意する。かぼちゃのパイにてしませんか。フィーフォー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 フォーフィー。さて、じゃあここを出てまたとあるポイントに向かわなければならないので、そこまで行きます。さあこっから
イライラ棒 with バンジョーとカズイ。視界が悪い。視界が悪いけど、ここ落ちたら一気減るんでね、怖いよ。あーあーあー、しまった。くー、あー、どうした、バンジョーもうたくさんか、どうした、カズイもうこうさんかね。カズイの加藤をカズイって呼んでくれる数少ない人物、それがウランチルダです。怖いな。64のスティックはいまいちね、操作性に欠ける部分があるので、こう急発進しちゃう時がある。よし、いけた。じゃあ、ヘイ、姉さんのベッドルームには腐った魚がぶら下がっているのよ。それ多分ね、あれだよ、草や。ベッドの横の花瓶には目玉フラワーが生けてあるの、アクシュミ。これは2の付箋ですね。彼女のでかいパンツはラクダ色なの、見たくない。つまりはそういうことだ。さて、ブレンチルダと喋った後にこの先に行くと、ブレンチルダ必要ありませんが、はい、2人目のチート、いや、チートは一冊ですか。いやー、また一つチートを発見したな。では別の魔法を教えてやろう。ページを開いて魔法を教えたら、チートよ、お前を燃やしてやる。もうさっきからページバッサバッサしてるけどね。グランチルダは口ばっかりだ、気にせず魔法を教えよう。お宝ザクザクビーチの砂の城のパネルで、レッドフェザーズだ。すごく役立つはずだ。ウィー、もうすぐわしはスマートに。そうすればわしはモテモテ。わしって言っちゃってる年ってことは、まあね、まあそういう世代からってことだよね。わからん、グランチルダ世代が何歳ぐらいなのか全然わかんないけど、若返るってことは、まあそのまま若返るってことだよな。ババアはババアのままだと思うけどね。でも、あのゲームオーバー後を見る限り、ロリババアってわけじゃないと思う。大丈夫だとね。呪文弱くなる、何言ってたんだ。はい、呪文消えた。だだだだ。さて、それじゃあさっきの水位を上げたところまで行きたいなと。その前にか。届かないかな。こっからじゃ届かないかな。いや、なんとかな、なんとかな、なんとかな。よし、取れた。OK。若干ゴリ押ししたような感じもしましたが、気のせいです。この動画はゴリ押しに定評のあるグラシャの動画です。さあ、水位が上がってますね。水位が上がったことによるちょっとだけ行き来が面倒になってますが、はい、この鉄パイプを通って、よいしょ、クーマのリュックの鳥娘、世界で一番役立たず、いや、むしろ世界で一番役に立つと思ってるね。少なくともバンジョーのうん百倍は、うん百倍って言っちゃさすがにバンジョーがかわいそうか。まあ少なくとも倍以上は役立ってると思っている。え、これも数。よいしょ。よ。よ。あら。さあ、この使用頻度の低い鍋、場所が近すぎるんだよ。そうい。で、このレア車の自社宣伝のやつでした。で、水位を2に上げまして、
結構上がるんだよね、水位が。じゃんちゃじゃがじゃじゃんちゃじゃんちゃじゃんちゃじゃがじゃじゃん。で、さらに水だから移動が面倒であると。じゃあとりあえずこっち側に進んだら何があったっけ。こっち側行き止まりだっけか。失敗したな。行き止まりじゃねえか。チェ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 いいね。でここに雑に置いてあるのが、はい、お前らのトラウマ、俺もトラウマ。サビサビ港来ましたね。よいしょ。まあ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 大丈夫、大丈夫だと思うよ。一度はクリアしてるんだ、大丈夫。一度とか言わず何度もクリアしてるんだ、大丈夫だと思います。ええ、それはまあグダグダにはなると思いますが、音符をね、音符をあのステージに限っては最後に持ってくので、さあ、じゃあ上に向かって泳いで、じゃじゃガチャチャンチャチャンチャ、こっちだったかな、はあれか。これはあー、いたわ。登りまして、で水位を上げまして、まあ音符ドアとか見えてますが、その一切合切をスルーしてとっととこっちへ潜っていく。グランチルダボットはちょっとうざい。上まで浮上、急速浮上で間に合えよ、間に合うよな。 OK、 大水位が下がっていったところで、ここで最後のチート。君たちはチートを探すのが上手だ。もう一つの魔法を教えよう。裏切り者のチートめ、炎の魔法を投げてやる。ははは、グランチルダーこの場所を見つけられるはずがないわよ。お宝ザクザクビーチの砂の城のパネルでゴールドフェザーだ。頑張れよ、ありがとうよ、いいやつ。よし、それじゃあチートコードを3つとも手に入れたので、次回の冒頭あたりで行こうと思います。じゃあ今から行きます。時間帯的にちょっと厳しいものがあったんで、先にちょっとチートのコードを入力していきましょうか。じゃあ、ここをまず開けておこう。テクテクテテクテクテテクテクテって。イエーイ。ここを無敵で駆け抜けると楽しい。ちょっともらいすぎだな。さあ。さあさあさあ。ここが最後のってわけではありませんが、ここはかなり便利なワープですね。そっか、今の状況に大変都合がよろしい。このカバーを使ってちょっとお宝ザクザクビーチのチートコード部屋行ってきます。
今から使うのはチートコードなのですが、もうオフィシャルが用意しているチートコードなのでね、容赦なく使います。これはありがとう。リーキーの水漏れは直しました。ありがとうリーキー。中の人は小山リキアで頼むよ。まずはブルーエッグですね。今のあのオカウント、L、はい、卵を200個にしてやろう。これからはずっと200個の卵を持ち運べるぞというチートになります。卵をたくさん持つだけのそんな魔法は役に立たん。確かにね、なくても問題ないけど集める必要が減るっていうのは大事だからね。ではその次、もうあのブルーエッグスと同じ系統のチートなので使っても問題ないと判断します。はい、赤い羽を100枚まで持てるようにしてやろう。ついでに満タンにも。ありがたいね。戻っておいで赤い羽、戻らぬ時はお仕置きじゃ。いや、この羽はそもそも数いのもんだからね。それじゃあ最後のチートだな。はい、金の羽も20枚まで持てるようになりました。たくさん持ったな金の羽、その分痛みも増えるだろう。というところで、じゃあ次回はサビサビ港行きたいと思います。それではありがとうございました。